これ操縦者のライセンスも気になるところなんですが、これどういうふうに今後なっていくかなと。これも基本的には海外とイコールになるはずなんですけども、今それこそその回転翼、ヘリコプターの免許をいらない部分を削っていったりとかいう形でやってて、もともとはドローンなので操縦は割と簡単なんですよ、子供でもできるからね。だけどやっぱ安全性の観点で何かあった時にどうするのってところを中心にどうしていくのかという部分が、基本的にエマージェンシーだけですよ。そうですね、それパイロットのほとんど仕事のほとんどというかはもうエマージェンシーの時に適切な対策を取れるかどうかだけで、飛行機の操縦だってそうですけど簡単なんですよ。別に車運転できる人だったら誰でも運転できると思います、多分。なんだけどそれ以外の何か故障しましたっていう時にそれが何なんだって理由を分析して適切に短い時間で判断を下して重大なインシデントにならないようにするっていうようなことがまあポイントになると思うけど、基本的にはこれなくしたいわけですもんね。そうです、そうですとか言って、うん、できればね。そうですね、将来的には自動運転も見越すわけですもんね。そう、そうですよね、はい、だってそうならないと意味ないですよ、まあ、そうですよね。安くいくら機体が安くなって、機体というか車両が安くなって も、まあ、でもこれそれこそ2018年菅官房長官がこの官民協議会スタートしてから経産省さん国交省さん相当前向きに上がってしまってるんで、はい、そこはだいぶ機運はいいですね、はい。で最後このこれはこの世界基準でいけるのかどうか気になるところなんですけど、運航方法ですとかその飛行高度空域のところ割と規制がこの辺日本は海外に比べて高いのかなと、基本的にはヘリコプターと一緒だと思うんですね。なので自衛隊とか空港の厳しいところ以外は OK っていう話になって、まあ、そのどこからどこに飛びますよいつっていうのを事前に届けて、はい、あとはまあ適当に行くというのが将来的なイメージですね、まあ、でもその事前届けてとかも割とオンデマンドでできるようにしてほしいですけどね、まあ、Google マップでやっときゃ届けるじゃんっていう話にしたい、それで合意できる、ね、うん、アプリでねこう申請出してもいいみたいな。なんで今完成の方ですね、その空から眺めてぶつかんないか見てみたいなやつの方は空飛ぶ車に関してこれから進歩する可能性めちゃめちゃあって、完成どう自動完成になるんですか。まだですねそこ議論中ですね、よほどその完成が必要になるレベルに空飛ぶ車が増えるのはまだ5年以上先なので、うん、でも、はい、NASA とかで今話し合ってます。ある意味その本当に何十万円で一台あたり作れるような時代になったら爆発的に増えるわけで、その目視の完成は非現実的ですよね正直。そうですね、そうですね、うん、はい、一個一個の機体とあれ通信して、そうですね、飛行管制官が、まあ、高速道路を眺めるもんですから ね、うん、ちょっと厳しいですね。それちょっと現実的じゃないじゃないですか、はい、自動管制にならない限りそれは、はい、でセキュリティの問題とかも当然できてくるわけですよね、まあ、多分新幹線眺めるぐらい一人がいっぱい見ると思いますけどね、はいはい、新幹線の管制ぐらいの感じで、はい、ある程度自動化されてというところだと思いますね。これ実際その社会実装の場合の最大の障壁は何だというふうに思ってますか。やっぱりこれ規制と社会需要性って結構セットだと思うんですね、はい、僕高田馬場に住んでるんですけど、はい、羽田空港の今月のコーラこうですとかいう新聞が取れたりするんですよ、はい、やっぱそれほどみんな気にしちゃうんですよ、はい、何デシベルの騒音ですとか来るんですよ、はい、っていう風にやっぱみんな気にしちゃうと国土交通省さんに電話しちゃうんで、はい、そしたらそれを気にして規制になっちゃうっていうのはやっぱあって、なんで空飛ぶ車がいかに多くの人に受けられるかかなと思ってて、だから最初は、まあね、海とか川の上飛んだりとかやろうと思ってて、ね、はい、東京都心ルートはね実現するまで相当言われましたもんね。あのルートでもすげえいいですよね眺めが、うん、全部見ますね。東京タワーの横こうやってわーっていく感じがめちゃくちゃ良くて、はい、JAL のね最新駅だけは機体の後部と下にカメラがあって、あ、そうなんですか。そうなんですよ、今座席のカメラでカメラとかディスプレイで見れるんですよ。あ、そうなんですか。めっちゃいいですよ、都心ルートでアプローチするときは、うん、最高に良くて、騒音は、そういった航空機よりもだいぶ下がるので、うん、まあ、その部分はマシだと思いますけどね、うん、ただその部品が落ちたらどうするんだとかは、うん、場合によってはあるかもしれなくて、うん、まあね、たまにありますからね、はい、普通の民間機でも ね、 そうですね、車でも起こり得ることですからね、そこはきちんとやっぱり実証を見せていって、はい、安心安全を積み重ねていくということは大事かなと思いますね、うん、これインフラの整備、まあ、信号ですとか、まあ、ルールとかあると思うんですけど、これ何から進めるのがいいと、まあ、当面はあんまりその高速道路にそのトヨタさん本田さんが混じって走るみたいなことはしばらくならないので、うん、その飛ぶ本当に限られたエリアに関してその安全を担保するということが、まあ、ドローンの延長線上を航空機 の、 考えを使ってやっていくというところだと思いますね。なのでほぼほぼやることとしてはその我々みたいにちっちゃい機体だと、うん、充電ステーションを作るということのみですね。大きな機体になってくるとその普通のビルの上だと降りれないんで、その専用のポートを作ったりとかが始まるなという感じがしますね。この空飛ぶ車の今後そのすぐに起こる大きな流れみたいなものって
あったりするんでしょうか。まあ、この数年以内に発売する会社がいっぱいあるってことですね。実はまだその世界中400プロジェクトあって、はい、例えば人が乗って飛んでるのって10プロジェクトあって、はい、我々はまあ日本だと唯一なんですけど、うん、誰もまだ販売開始してないんですよ事実上、うん、でそれがこの5年ぐらいでダダダダダダダッと販売開始する予定にみんななっていて、はいはいはい、それがみんな予定通りになると一気に10機とか5機とかいろんな機体があの飛び始めるというのが見ものです。でもそしたらもう即量産みたいな話にはならないですか。なります、なります、なりますよね、はいはい、そこでスピード勝負なのか、あるいは、はい、いやいやまだ技術的にも全然高圧あるからっていう勝負なのか。いやさっき、ね、技術的にはもうだ、ねね、特にそのどっちかっていうと安全性をねどこまで保って型式証明、ね、だから型式証明取れれば勝ちよ、はい、あと実は空飛ぶ車何種類かあって、我々はその、まあ、ドローンの延長線みたいなものなんですけど、そのなんていうかオスプレイみたいにプロペラビューって回転させて飛んでいくみたいなやつもあったりしてて、そうすると飛べる距離が僕らみたいなコンパクトなやつよりも5倍飛べるんですよね距離が、とかみたいな感じで3種類ぐらい伝わって、なのでそれによってもでもね僕はねさっきも言った通り遠くは新幹線でいいのかなと思うんで、まあねはい、僕はそうだと思うんで近距離間のエアモビリティに絶対特化した方がいいと思いますよ。そうですよね、だから羽田空港から、うんうん、例えば丸の内に飛ぶとか、はいはい、丸の内のラグジュアリーホテルにまず飛ぶみたいなところが多分一番需要的には一番大きいかなっていう。てか最初絶対取り込めるよねみたいな、うん、羽田空港に降り立った富裕層、外国人の富裕層が、はい、例えばマンダリンオリエンタルホテルに泊まるみたいな、はい、そういうことを想定してるわけじゃないですか。そういうことです、最初は、はいはい、だからこれはもうだから高くても買うから、そうですね、うん、もしくはサービスで使ってもらうと、うん、で型式証明を取るってことは相当安全だってことですよ、うん、なのでもう そのハードルさえ超えれば、うん、別にそのもちろん技術的にもっと改良してもいいんだけれども、とりあえずその型でいかにコストダウンできるかみたいなところが次の多分ハードルになってくるのかなっていう、まさにやっぱりラインをね、ファーストペンギンにいかに出すかはすごい大きいなと思いますね。海外への展開っていうことも、はい、考えてらっしゃったりするんですか。僕らはやっぱりその日本とかアジアを中心に広げようと思ってるんですね。でそれはやっぱり日本でヘリコプター飛ぼうと思った場合に、うん、結局ここら辺飛べなくて、はい、結局新木場のヘリポートに行かなきゃいけないんですよ、はいはい、でそれってやっぱ 3,40 分かかっちゃうんですね、はい、だったらもう箱根のロマンスカーで箱根に着いちゃうという話になっちゃうので、うん、そこをそのこういったところから飛べるというふうなものにしたいなと思ってて、はい、あれここで飛べないのはなんでなんですか。あれあの結局騒音の部分が一番大きいですね。騒音があるから、騒音があるから住民が反対するから、そうですね、行政が禁止してる、まあ、具体的には周りのビルの人たち、もしくは そもそもビルの上にあの重い機体が降りちゃうと壊れちゃうというのがあって、その3トンの機体が降りると9トンの衝撃がかかるので、そうすると簡単に天井壊れちゃうので補強工事数億円までしてまでやりますかって話があって、それが無理なところはあの丸 R って書いてあってですね、レスキューなんですけど紐で人を救って飛んでいくみたいなやつはそもそも構造的に無理。丸 H は大丈夫なんです。OK です。でも結構ありますよね。結構上から見るとありますよね。H とある半分ずつぐらいです今。で我々のやつは H も R もいける可能性が高くてとかあってくるので、そうするとその降りれるポイントが大きくて、かつ構造的に OK だし騒音も少なくなっちゃうといける可能性があるよねというところがあります。なるほど。でも騒音の問題はすごくよくわかる。うーん、六本木のヘリポートもね、あんな米軍じゃなかったらダメですよね多分ね。そうですね、そうですね。ね、正常機通りにある、ね、はい、ヘリポートも結構騒音すごいですよね。そうですね、まあでも車は昔は騒音大きかったので、まあ、慣れるっていうのもあるかなと思ってて、そこら辺のなんかバランスがどこに。でも確かにエアモビリティでヘリ、まあ、モーターだから騒音ないからいろんなところにヘリポート作れるよっていうのはそこすっごい重要ですね。そうなんです。でそういったのってやっぱり密度が高い場所だよねってなってくると、日本とかアジアみたいにそんな簡単にヘリポート作れなくて、密度が高い場所の方が有効かな。なるほど。だから北米とかよりマーケットはでかい可能性があるわけだ、はい、そうです。で北米の方がやっぱりでっかいやつが、オスプレイみたいなやつが多くて、それはそのホンダジェットよりも短い距離で安いみたいなやつを作ってるんですね。あ、なるほどなるほど、はい、確かに。でも専用ポートいりますみたいな、うん、でそこをバン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 運びますみたいな感じのやつのビジネスプラン。ハリウッドスターとか買うんじゃないですか。そうですね、今、まあ、我々最初の機体やっぱね、あの運航で行くとあの10キロぐらいなんでちょっと短いんですよね。うん、なのでその個人持ちというよりはもうちょっと最初はサービス的にその例えばなんかそのディズニーシーとディズニーランドを往復するとかもそっち系から最初はスタートで、その次20キロになった瞬間に一気にそういった世界が始まるなと思いますね。なるほどなるほど、はい、まあでもなんかすごい期待できますね。面白いですね。いい話だった、はい、うん、はい、そろそろお時間となりましたが、本日、福澤さんいかがだったでしょうか。いや、なんか割と空飛ぶ車全体をあのトータル的にお聞きいただけたのは良かったなと思って、はい、
いや本当でも説明明快で面白かったですね。いや大気町の実験見に行きたかったんですけど、はいはい、行かせてもらえなかった。はい、それなんでだったんですか。あの安全性の問題で結構長い間やってましたよね。そうですね、もう結構なスピードでやってましたからね。僕もなんか結構たまたまロケットの打ち上げで行った時かな、なんか今日スカイドライブの実験やってるみたいです、はい、みたいな。2ヶ月ぐらい多分行かせてもらってて。そう、でもそんな安全性の問題で堀江さんが見れないぐらいなんですか。まださっきの場合はねそういうところもありますね。なるほどね、調整中だったりするといろいろ面倒くさい、ね、もしくは周りが大変でその分気が緩んじゃうとかいろいろ考えるとなかなかね堀さん空飛ぶ、車これ業界についてこう一言いただけますか。いや俺もなんかやりたいなと思って。なんかね今日今日結構勉強させてもらって、はい、僕はあんまり真面目に考えてなかったんですけど、はい、いやほらいろいろ他もいっぱいやってるから、そうですね、そうですね、その空飛ぶ車どうなんだろうなみたいなぐらいにしか考えてなかったんですけど、やっぱあの社長さんに話聞くと勉強になりましたね。僕はあの、はい、ホンダジェット買った時も、はい、ニュースピックスの企画でしょう。あ、そうです、あの同乗してます。ニュースピックスの企画で3年ぐらい前に静岡空港から日本に持ってきた1号機に乗せてもらったんですよ。なるほど。それでその藤野さんって社長と僕2人で対談をして、そのためにホンダジェットの本まで読んで、で乗って、で藤野さんにずっと質問してたら、これめっちゃいい機体じゃないですかってなって、それで買っちゃったんですよ。じゃあスカイドライブのなんかあれ多分ホンダジェットの紹介記事というか営業 PR 記事みたいな、俺が PR されちゃったよみたいな1台販売成立っていう。そう、なんで別荘とかでぜひね乗り回していただけるといいなと思って最初はね。これなんかここもなんかコラボの匂いがしてきましたけれども。あ、でも本当ですよね、スキー場とかね。はいはい、はい、ということで、それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。